はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回はタカラトミーの展開している動物アクションフィギュアシリーズアニアからアニアフレンズテクテクガーデン、こちらを開封して紹介していこうと思っております。タカラトミーの展開しているアニアシリーズの中にはアニアフレンズっていうカテゴリーがあるんですけど、このアニアフレンズテクテクガーデンっていうのは主にアニアフレンズシリーズのアニアと絡ませることを目的としたプレイセット商品となっております。パッケージデザインはアニアフレンズのパッケージと同じく小屋みたいなデザインになってますね。そしてパッケージ全体に購買意欲を刺激しまくる売り文句が乱舞している。トイプードル1体とアレンジ小物も入ってるよ。アニアが生きているみたい。ブルブル。マジかよ。アニアが生きているみたいになっちまうのか。だとしたら私のアニアは今まで死んでいたとでも言うのか。私のアニア今まで死んでいたのか。その辺どうなんだ、ちょっと。ブルブルしながらお散歩するよ。はあ、なるほどね。なんかね、単四間電池を2本使用しますって書いてあるので、そういう電池を使う何らかのギミックによって今まで死んでいたアニアが生きているみたいになっちまうという、そういうギミックを搭載しているみたいですね。パッケージの裏面はこんな感じになっております。商品のセット内容だとか遊び方だとか、あとは注意書きなんかが記載されております。セット内容、本体1個、アニアトイプードル1体、背景シート1枚、犬小屋1個、植木鉢3個、アレンジシール1枚、そして取扱説明書が1枚入ってるみたいです。遊び方、3モードがあるよ。ブルブルモード、お散歩モード、鳴き声モード。なんか3つのモードがあって、それぞれ本体をトントン叩くナクナクしたり、あとはアニアを本体に置くプットオンしたりすると対応したギミックが発動するようになってるみたいです。あとは2種類ある背景シートを使い分けたり、アレンジシールを犬小屋に貼ったりして自分だけのテクテクガーデンを生み出してアニアと対話しろみたいなことが書いてあります。はい、というわけでアニアフレンズテクテクガーデン開封していきたいと思います。よいしょ。とりあえず中身取り出すとこんな感じですね。本体に犬小屋と植木鉢、トイプードル、そしてその他諸々が袋に小分けにされて入ってます。とりあえず一旦テクテクガーデン組み立ててきますので少々お待ちください。アニアフレンズテクテクガーデン組み立て終わりました。そして電池も入れてきました。なんか電池入れたら突然犬の鳴き声がし始めてちょっとびっくりしました。で、本体前面のこの黄色のボタン、これを押すことによって振動モード、鳴き声モード、スリープモードの3つのモード切り替えができるようになっています。ちなみに今現在はスリープモードになっている状態です。そんでこのテクテクガーデンの上にアニアを置いたり、本体を指でトントン叩いたりするとギミックが発動するようになっているみたいですので、それを今から見ていこうかと思います。そしてそのギミックを確かめるために登場していただくのがこちら、チャキーン、付属のアニアトイプードルでございます。そんじゃトイプードルをテクテクガーデンにセットしていきましょう。なんかシュールですね。とりあえずまずは振動モードから見ていきたいと思います。本体前面の黄色のボタンを1回押すと振動モードが起動するみたいです。それではアニアテクテクガーデン振動モードスイッチオン。はい、ワンちゃんの鳴き声とともにテクテクガーデンが振動モードに入りました。そんでこの状態でテクテクガーデン本体を2回指でトントンと軽く叩いてあげると、テクテクガーデンの上に置いたアニアのワンちゃんが振動して動くみたいです。とりあえずやってみましょうか。2回指でトントンと叩く。なんか微妙ですね。もう一回見てみましょうか。起動しない。おお。まあすごい、まるで生きてるみたい。
ワンちゃんの立ち位置によっても変わるのかな。こっちでやってみましょうか。あのすごい微妙にブルブル震えてますね。そんじゃ次はお散歩モード見ていきたいと思います。先ほどは本体を2回トントンと叩いたんですけど、今回は本体を3回トントントンと叩くとアニアのワンちゃんがお散歩モードに突入するみたいです。それではやっていきたいと思います。3回叩くすごいすごい、長い。すごい長い。うわー、やばい、生きてるみたいだった。もう今完全に生きてた。生命の律動を感じた。これ例えば他のワンちゃん一緒に置いてみたらどうなるんですかね。すごい、もう完全に生きてるようにしか見えなかった。2匹のワンちゃんがじゃれ合ってる光景が見えましたね。そんじゃ次は鳴き声モード見ていきたいと思います。振動モードの状態でもう一回黄色いボタンを押すと鳴き声モードに入ります。その状態でテクテクガーデンの上にアニアを置くと鳴き声が鳴るみたいですね。そんじゃ鳴き声モード起動していきたいと思います。はい、鳴き声モード起動しました。でこの状態で本体にアニアを置くと鳴き声が鳴ると。鳴き声はランダムっぽいですね。なんか明らかに猫の鳴き声にしか聞こえないんですけど、これどう考えても猫の鳴き声にしか聞こえないんですけど、はい、いくつかの鳴き声がランダムで鳴るようになってるみたいです。そして最後、鳴き声モードの状態で本体前面の黄色いボタンを押すと、ワンちゃんの寝息とともに本体がスリープモードに入ります。この状態では本体に振動を与えても音声が流れないようになりますので、実質的に電源オフの状態ですね。あとは本体に触らないまま30秒が経過すると自動的にスリープモードに入るようになっています。ほんでこのアニアフレンズテクテクガーデンなんですけど、上に乗せるフィギュアは別に犬だとか猫だとかじゃなくてもいいし、なんならアニアじゃなくても構わないんですよ。なのでこっからはいろんな種類の動物だとかいろんなフィギュアを乗っけて遊んでいきたいと思います。とりあえず手始めにティラノサウルス乗せてみたいと思います。やばい、ちょっとティラノサウルスにはテクテクガーデンが狭すぎる。とりあえずティラノサウルスくんにお散歩してもらいましょうか。あのね、上に乗せるフィギュアが重たすぎると振動であまり動いてくれないですね。ほんじゃ次はアニア以外のフィギュア乗せてみたいと思います。とりあえずこれやってみたいんですよね。はい、マフェックスのジョンウィックに付属していた犬です。はい、それではジョンウィックさんの犬にも散歩してもらいたいと思います。猫なんだよな。
折猫の鳴き声が入るのは何なんですか。素晴らしい素晴らしい、ビッグさんもこれには5万円ですね。アニア以外のフィギュアは鳴き声モードでも、こんな感じで普通に遊ぶことができます。なんならこれ別に動物フィギュアじゃなくてもジョンウィックさんでも鳴き声遊びすることできますからね。俺たちは一体何を見せられているんだ。はい、というわけでアニアフレンズテクテクガーデン開封して紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。正直思ったより楽しかったです。犬を置いても猫の鳴き声がしたりとか、なんかそういう不可解な現象もたびたび起きるんですけど、そういうところも含めて遊んでて結構楽しいです。あとは上に乗せるフィギュアは何でも構わないので、別にアニアフレンズじゃなくてもいいですし、なんならアニアシリーズじゃなくても動物フィギュアですらなくても構わないので、いろんなフィギュアを上に乗せて楽しむことができます。まあ上に乗せるフィギュアによっては結構絵面シュールな感じになってくるんですけど、それはそれで楽しいかなっていうね、そんな感じもします。気になる点としてはちょっとお値段が高いかなと思ったんですけど、ただアニアに命を吹き込むという、神をも恐れぬ禁忌に手を染めるという意味では、これぐらいのコストがかかるのも致し方ないことなのかもしれないですね。はい、というわけで今回はここまで。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様さようなら、バイバイ。